桜藩は下佐国陰馬郡桜に存在した藩である。藩長は桜城。桜は江戸東方の要所として重視され、初期には徳川市一門も配置されたが、1607年以後、不代大,大名の藩となった。1610年に土井都市活が入宝し、現在に続く桜城と城下町を建設した。江戸時代前期には幕閣の養殖者が配置され、 頻繁に交代した。このうち、堀田市の最初の財風宇宙に、半量で、桜総五郎事件が発生したとされる。1746年からは、堀田市が再度入法し、廃藩地権まで続いた。藩市の下半を占める堀田市の国高は、おおむね11万国で、現在の千葉県域では、最大の藩であった。詳細は、本佐僧城を参照室町時代後期、 下佐千葉市は、陰ウ浦に面した、水陸交通の要衝である、下佐国陰バ軍院東総桜に拠点を移した。正門山一帯に、本佐草城が築かれ、城下には町場が形成されて、両国支配の中心となった。本佐草城は、現在の桜城の東約 3.5km に、所在する。戦国時代末期、千葉市は、御法城市に従属し、 本佐総城も、後方上市の市場となった。天正18年、小田原征伐に際して、本佐総城は落城し、千葉市も没落した。天正18年、関東に入国した徳川家康は、各地に諸省を配置した。ただし、桜地域については、諸説がある。文禄2年、徳川家康は、五南の武田新吉を桜に4万国で、配置する。 辞典類によってはここからを桜藩と扱う。慶長7年に新吉が日立国民と藩に移ると、六男の松平忠てるが五万国で入るが、翌慶長8年に品濃国川中島へ転覆した。忠てるが桜の領主であったのは、わずか四十日であった。慶長11年、小笠原義次が終わり国犬山藩から入る。以後、桜藩は、 不代大名の藩として続くことになる。小笠原義治は、慶長13年日立国笠間藩へ移行した。土井都市勝によって、現在の桜城が築城される以前、桜地域の支配拠点がどこにあったのかについては、以下のような説があるものの、はっきりしない。土井都市勝慶長15年1月、下佐国か取郡軍の尾見川藩から土井都市勝が3万2000国で、入った。 都市勝は同年12月に徳川秀忠付の老中となる。都市勝は慶長16年より7年間をかけて鹿島台に金星城郭として桜城を築城した。桜城の周辺には城下町が形成された。土井都市勝は抜角の重鎮として累進を重ねて随時活動され、寛永二年には十四万二千国を領するに至る。都市勝は 寛永10年に、下佐国古賀藩へ転出した。寛永10年、文語国人藩より、石川忠しさんが7万国で入り、翌寛永11年に、大見国勢勢藩へ違法。寛永12年に、摂津国高月藩から松平家信が4万国で入った。寛永15年、松平康信が家督を継承した際、弟の指針、信忠に2千国ずつ分与。 寛永十七年、安信は、丘陵の摂津国高月藩へ戻る。寛永十九年、品の国松本藩から老中、堀田正盛が十一万国で入るが、慶安四年に三大将軍、徳川家光に殉死。この堀田正信は、万治三年、幕政に不満を抱き、桜に無断起乗したため、海役除風。正信の時代には、 農民の窮状を将軍に直訴して処刑された義民、桜総五郎の事件があったとされるが、事実として確認できる事項は少ない。このほか堀田市の両国では、完成20年に農民の窮防を救うため藩の米蔵を破り自害した、東金の義人、大田は郎江門の伝承も伝わっている。漢文元年、上野国立林藩から松平の久氏が入るが、遠方六年に、 非全国唐津藩へ法同年、松平の利久氏と入れ替わる形で、非全国唐津から老中、大久保忠友が8万3000国で入る。1680年に1万国の画像を受け、1681年に忠友は老中主座となる。なお、忠友は1684年に江戸城内で大老、堀田正都の殺害事件に遭遇し、 居合わせた、安倍正武戸田忠正らと共に、加害者、稲葉忠し9を打っている。上京3年に、相模国小田原藩へ移法同年、武蔵国に岩月藩から老中、戸田忠政が6万千国で入法。元六七年に1万国加増されて7万千国となる。元六十二年、後を継いだ忠真は、弟の忠明に3200国を分治し、 桜藩六万七千八百国となる。ただじゃねは、元禄十四年、越後国高田藩へ移放。戸田ただじゃねと入れ替わりで、越後国高田藩から新任の老中、稲葉ただ王が十万二千国で入法。ただ王の命を受けて、藩主、磯部正子が、地域の歴史、地理書、創養外録、桜風土記を編纂している。時代、稲葉正友は、教皇八年に、 山城国与土藩へ移法。稲葉正友と入れ替わりで、山城国。森里は、教法の改革を推進した老中として知られる。延長2年、徳川家主家が将軍に就任すると森里は老中を罷免され、厳報を受けた上に隠教を命じられた。森里のこの乗り優が家督を継いだが、延長3年に、出羽国山形藩へ移法された。延長3年。 松平の理由と入れ替わる形で、出羽国山形藩から老中、堀田正介が十万国で入法。その後は幕末まで、堀田家の支配で定着した。桜藩の歴史においては、正介以後の堀田氏を後期堀田氏とも称する。正介は老中主座を務め、法歴十年に一万国が加増されて十一万国となった。このうち四万国程度は、 では国村山軍の所領であり、延長4年に、柏浦陣屋が置かれて分領の統治に当たった。堀田正介は、前期堀田氏の海域と結びつける伝承が生じていた、桜総五郎夫氏の慰霊を行い、以後の藩主も継承した。桜藩堀田家が公認することにより、桜総五郎の移民伝説が発展することになった。二代藩主、堀田清順は、総社番、自社奉行、 大阪城代、京都諸市代などの養殖を歴任した。一方藩財政は、この頃から球場を見せるようになった。天明三年には、浅間山の噴火や利根川の洪水を背景として、白付漁で年貢減免などを求める百姓一揆が発生した。完成四年、藩校として学問所を設立した。第四代藩主、堀田忠愛は、勝手奉主役。 向井東西門を推進者として、三つ割りの法など、財政改革を中心とする、反省改革を進めた。堀田正俊、編集文政8年に、第五大藩主となった堀田正俊は、二度にわたって、幕府老中を務めた人物として知られる。一度目は、水野忠邦と共に、天保の改革を推進。安政2年に老中に再任され、ペリー来航以降は、 外国事務取扱いの老中となり、ハリスとの日米修好通商条約締結などで、奔走した。しかし、将軍軽視問題などで、イーナオスケと対立し、安政5年に老中を罷免され、敵居した。桜半生の上では、天保の改革を実施、家中淵政策、学生改革、官能政策を行った。マサトシは乱学を奨励した人物として知られており、 天保七年には藩校を重則書院として拡充し、儒学や武芸の他に蘭学、医学を取り入れた。また、医師、佐藤大善を招いて桜城下の本町に順天堂を開かせた。蘭法医学に関しては、西の長崎、東の桜と並び称され、また桜は南宋の学徒と歌われたという。安政六年に正さは家督を、 この堀田正智に譲ったが、若年のために、正智が貢献として、桜藩の蔓延の改革を実施した。川陽人、与田テ官を勝手元じめに任命して、財政改善を試みた。正智は現時元年に死去した。母親戦争から明治へ、編集慶応4年に1月の戸麦、伏見の戦い後、正智は京都に登って、新政府に徳川氏の存続と、 徳川慶信追悼令の取り消しを求めるが、軟禁される。藩主不在の桜では、加ロ平野ラ殿が新政府からの大滝藩への出兵命令に応じるなど、新政府に従った。明治4年7月、廃藩地県によって、桜藩は廃止され、桜県が設置された。桜県は、同年11月の第一次府県統合により、陰馬県に改変された。なお、 印ン県は、印ン郡桜に県庁を置くとされたことによる県名で、あるが、実際に県庁が置かれることはなかった。1873年に、印ン県は、木更津県と合併し、千葉県になった。最後の桜藩主、堀田正友は家族に列し、明治17年に白爵に除された。なお、堀田正久は1959年から4期に、渡って、桜市長を務めた。 審判四万国、新吉地審判五万国、ただてる府第二万二千国、基地府第三万二千国、十四万二千国、都市かつ府第七万国、中総府第四万国、家臣、安信府第十一万国、正盛正信府第六万国、上久市府第八万三千国、九万三千国、ただとも府第六万千国、七万一千国、ただまさ、ただじゃね府第十万二千国制、政。 上り正友とも不大六万国のり里,里の理由不府1十万国十一万国、正助すけ順正治政愛星、僕正友とも明治維新後に、相馬郡八村、埼玉郡一村、愛好郡二村が加わった。なお愛 q が存在するため、損数の合計は一致しない。後期堀田市時代、では国村山郡にあった、分量は約四万国と規模が大きく、明治期まで存続した。 分け寮の統治拠点として、延響4年に、柏倉陣屋が置かれた。柏倉には、藩校、重則書院の文校も置かれ、武士のみならず、百姓も学ぶことができたという。大官を務めていた、田内義次郎重信は、明大官とされ、平清水村の平清水焼の信仰に携わった、ことから同地に、法恩碑が建てられている。柏倉陣屋の跡地には、 堀田永久稲荷神社が残る。丘陵の一部は、1889年に村を編成した際に、丘陵種の中から、堀田村と称した。大胸現在の山形市座王地区にあたり、座王堀田の地名もある。完成4年、藩校として学問所を設立。後に、御古堂、茂則書院などに改称千葉県立桜高等学校がその系譜を継ぐとされる。 桜順天堂記念館、堀田正俊氏は、乱法医、佐藤大全を招いて桜城下の本町に、病院研医学塾、順天堂を開かせた。明治維新後、順天堂は二代同士、佐藤小中のもと、東京に移り、教育部門は順天堂大学として、病院は順天堂大学医学部付属順天堂委員として、系譜をつないでいる。カテゴリー、 幕末桜藩の人物も、三照順天堂の佐藤大前の実施には、松本良順、林忠氏らがいる。明治以後活躍した桜藩出身者としては、西村茂木、浅井正氏、神田公平、津田千、与田学部会らがいる。ありがとうございます。